ね、静香ちゃん、さっきの鈴木ね、静香ちゃんね、はい、これ何か仕事をするときって、うん、あのやっぱり常に時折立ち止まって、うん、未来を考えなきゃいけないよ、うん、このまま私一生懸命してたらどうなるんやろう、うんうん、100発100中で競馬当たるようになる、いや、うん、ならないや、うん、当たらないや、うん、せいぜい5回に1回がマックスや、うんうん、っていうことはこれ的中率を上げるっていうことって難しいなって、はい、じゃあ回収率、うん、いやプロが山ほどいて、うん、回収率なかなか上がらんって言ってるなと、うん、回収率を私の売りにするのってするんやけど、うん、ちょっと難しいなと、うんうんうん、的中率難しい、回収率難しい、データ分析いや無理、うん、ちょっともうすごすぎて、うん、ね、馬体診断、うん、いや無理無理無理、うん、ね、いやこっち股にあるの無理やわって、はい、私いっぱいの競馬 YouTube 見てきたけど、うん、タロットと組み合わせてる人いなかったなって、うん、舐めとんかって言われるよなってちゃんとしたら、うん、最初は、うん、ね、あの舐めてるんかって言われるかもしれないけど、当たり出したらデータ分析して5回に1回なんやろ、うん、タロットも5回に1回当たればいいんちゃうの、うん、そういうことやろ、はい、ね、うん、え、5回に1回ぐらい当たるようになるんじゃないすごい、5回に1回当たったらすごいですね、だよね、うん、だから目標を5回に1回ぐらい 20% の的中率にしとけばいいんじゃないの、うんうんうん、人の人生占うわけじゃないんやからさ、うんうん、あのその日にあの1、2着に来る馬を引くだけなんやから別に誰の迷惑にもならないや、うんうん、僕だったらここまで思いついたらめちゃくちゃ練習するね。今まであの2021年の全重賞って言って大体100レースぐらいあるやん、はい、それを1個ずつパッて引いて結果見て、パッて引いて結果、それの練習していったら僕あの精度が上がるんちゃうかなと思って、あ、2021去年から、そう2021年バーってやるよ、暇があったらね、はい、暇な時に、うん、まあ、毎日5分、重賞、うん、はい、5分ぐらいやるっていう、うん、ずっとまたもう一回、ずっとまたもう一回ずっと、うん、精度が上がるんじゃない。で本番の時でも、だからまずは練習してから、あの偶然でもいいから一回でまたってから本番やった方がいいよね。そうですね、うん。カードも買いに行かないといけないし。公共のあの情報をあの行き当たりばったりで、うん、やってみますはあかんから、まあそういう。YouTube も作れるじゃない、うん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 、こういうあのとんでもないことをこの不確定要素というものの解決方法をの一つに私はこれを選びました、うんうん、あの不確定要素の解決方法っていうのは、うん、あの全ての人たちがプロがね無視していることない、え、そうじゃん、不確定要素、そうかそうか、え、僕がプロになるんだったら、うん、不確定要素は無視しないよ、そうか、あ、急な大雨とか、うん、不利とか、うん、そんなの関係なしに、そうか、データっていうのはそういうことですね、うん、そうかだよね、うん、え、だってこの世の中に占いというものがあるんだったら、昔僕は占いというものは信じるものじゃなくて使うものって教えたことあるじゃん、はい、え、占いどうして使わないんだろうなって思うの、あ、そうか、え、占いっていうのが不確定要素を埋める一つの手段なんじゃないの、うん、そうだよね、はい、うん、僕なら占いを本気で使いますけどね、精度を上げてから、うん、ある程度ね、はい、いや僕はもう一回でも当たったら偶然で、お、いやもう自分に才能あるなって思って、あ、もしかしたら1回目で当たるかもしれないし、うん、100回目で当たるかもしれないから、それ言ったらいいよそのまんま、はい、うん、何回目で当たりました、うん、何回目で当たりました、うん、私って才能あると思いますって言ったらねえ、やっぱりそういうなんていうのかな、その人と違うという要素を、うん、人と違うことを、うん、黙々とやってる人ってすごい魅力があるんよね、うん、羽生結弦さん、うん、
大谷翔平さん、イチローさん、はい、みんなそうだよね、はい、人がやってないことを黙々とやる、うん、うん、そこに僕は奇跡が起きるんじゃないかなって。なんで神様が、そうです、あなたのやり方、僕たちの発想は間違ってるかもしれないけど、うん、神様が当ててくれるかもしれない頑張ってるなって言ってくれて、 そろそろ当ててあげよう。そう、いや僕は そういうもんじゃないのかなと思ってんの、うん、人生って、うん、だから楽しいんやなって、だからディズニーランド、この世はディズニーランドなんやなって思ってんの、うん、だから羽生結弦君も、うん、めちゃめちゃ頑張ったから、うん、トリプルアクセルが、うん、あれは成功だったんですよね。こけたけど、うん、トリプルアクセルって認定された。そうそうそう、4回転ね、4回転アクセルね、うんうんうん、あのチャレンジしたっていうのが認定されたっていうことね、はいはい、うん、うん、だからまあ世界とは大げさやけど、うん、誰もやってないことをその分野でやるっていうことに僕は、うん、あの人間であれば全ての人が挑戦していいんじゃないかなって思ってるよ。なんで人の真似をして、うん、ましてや人の言いなりに生きなきゃいけないんだ、うん、競馬の YouTube って言ったらこんな YouTube ですよねとか、うん、ね、そういうそのなんか基本は大切にするんやけど、うんうんうん、そこに理にかなった組み合わせというものを持ってきた方がいいんじゃないかな、うん、それが自由の一つの形なんじゃないかなって思ってるね。わ、はい、かりました。はい、わかりました。うん、今どこまで言ってたっけ。34ページの原因よりも起きた問題をどう解決するか、うんうん、話がだいぶそれましたね、はい次行きましょう、はい、35ページ。あ、これはね、意外としてるようでしてませんね。こういうことは、あ、そうですね、これさっき今まで僕が喋ってたことにちょっと近いですね、うんうんうん、しそうでしないことってした方がいいよいや僕の話聞いたらさ、うん、しそうやなって思うじゃん、うん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 、もしかしてそういう人もいるかもしれないよなって、うん、競馬 YouTube 作ってないだけでって、うん、やってる人はいるかもしれない、やってる人いるかもしれないよな、はい、でも YouTube 作ってないのだったらやってないと一緒なんやから、うんうんうん、自分の世界ではやる、うん、これもそうなんやね、うん、ちょっと、35ページの真ん中ぐらいね、うんうん、いいことを教えますね、うん、もしどうしても気楽になれないとか気持ちが沈んでどんよりした時は自分で払っちゃえばいいんです、うんうん、あ、笑顔が消えてるって思ったら自分で肩や腕をさっさっと払うことで汚れが落ちちゃうの、うん、というかお払いしようと思った瞬間にもう汚れは落ちてるんだよねって書いてありますよ、うん、なんでですか。普通お払いって神社でしますね、はい、なんでですか、まあ、一応分かりやすいから、そこに一応神様がいるっていう、ね、自分の中に神様いるんやね、はい、自分の中に神様いるってそれ自分やんね、はい、自分でお払いしたらいいんじゃない自分でお払いしてる。いやしてないですよね、うん、あなた、あの毎日しないといけない、あの驚しい家にいてお払いもせずに、うん、よくやってるね、うん、お払いしてくださいね、はい、一つの方法がここに書いてあるから、はい、素直にこの方法やったらいいよ、うんうんうん、人前でやったらダメよ、はい、お母さん来たからってやったらダメでそれ母もこれ読んでるんでねえらいことになるよ、うん、次37ページ、はい、大声ってこれね、大声でこれ、うん、まあ悪口とか言えって書いてあるんよね、うん、まずね、うん、でその後天国言葉を大声で言ったら、うん、まあそれこそお祓いになるよって、うん、これってやった方がいいよ
大声で悪口言ってから天国言葉を言う、うんうんうん、特に僕が重視してるのは大声で母親とか父親の悪口を言うということはやっぱり僕は静香ちゃんの場合日々の日課にしないといけないと思うよね、うん、あのそれがあの自分の勇気を出す一番簡単な方法やで、うんうんうん、だから職場から帰ってきたら、うん、あの家に近づ、まあ、声が聞こえないところで、うん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 、ね、悪口言って、うん、でその後天国言葉言って、うん、うん、で波動上げてから、うん、あれなんで悪口言うと波動が上がるかっていうとね、人に悪口聞かしたらダメなんよ、うん、ね、で悪口って言いっぱなしでも一人でもダメなんよ、うん、で天国言葉で浄化すればいいよね、うんうん、でもそのなんで悪口言う必要があるかっていうとね、悪口ってどこにあるのそもそも心の中、そう出さんと、うん、うん、これ大声じゃないと出せませんよ、うん、なかなか手ごわい毒が入ってますよ、はい、大声で出してくださいね、はい、うん、でこういうのってこれやってくださいね、あれやってくださいねって先生っていう人は勝手に言うんよね、うん、ただやっぱりこう、まあ、例えば今だったら38ページまでしか進んでないんやから今のうちに、うん、あの一応やることリストっていうのを作って、うん、そして自分なりに優先順位つけて、うん、多くなったらあのこの3つだけはやろうとか、うんうんうん、期間を決めて、うん、3つずつやっていこうとか、うん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 、やっぱりちょっとこの本のままでは、うん、その実行するっていうのは僕はかなり難しいんじゃないかなって思うんで、うん、やっぱりやることリストっていうのを作った方がいいんじゃないかなって思うよね、うん、はい、うん、40ページ、はい、前から3行目ぐらいに人生というのはもっと気楽に生きなきゃダメなんです、ダメって書いてある、うん、斉藤ひとりさん珍しいよね、はい、ダメなんよ、だからよっぽど楽しく軽い気持ちで毎日笑うこと、このあと、うん、簡単に見えてものすごく難しい、うん、あの斉藤ひとりさんって、うん、僕と違って難しいよとかあんまり簡単に言わない人だよね、うん、うんうん、相当難しいよね、うん、分かる、斉藤ひとりさんが言うぐらいだから、うん、相当難しいですね、言ってること分かるよね、うん、あの僕が言うことも難しいんやで、うん、僕が難しいよって言ったことも大概難しいや、うん、やってみて分かるや、うん、斉藤ひとりさんが難しいっていうか相当難しいんやで、うん、裏を返せばできない、僕ちゃうや僕が難しいと言ってることよりも斉藤ひとりさんが難しいと言ってることの方が効果が高いんです、ね、あ、チャレンジする価値があるんですね、うん、僕なんかもう難しいよ難しいよって言ってあのなんかもう口癖みたいになっとるやんもういつかこれやめなかなと思ってるぐらいやからね、うん、だから言葉っていうのは誰が出してる言葉かによって、うん、その価値っていうのは変わってくるから、こういう時こう見逃したらダメなんよ、うん、じゃあここじゃあ少しね、うん、これ第何部なの6部です、第6、1、2、3、4、5、第6部の最後に、はい、小テスト、はい、この40ページで実際あなたが毎日何かをするということを決めなさいという問題が出ました、はい、あなたは具体的に何をしますか、今僕が読んだところ、毎日これをするっていう、毎日これをする、うん、これをする、うん、ここの書いてることをするんです、はい、実際にする何をしますか、ここに書いてることのどれをしますかっていう、どれをどういうふうにどこをっていうこと、どこ、人生、自分を責めない、それをする、どっか書いてるそれああ結局最後は自分を責めちゃうのって
いや最後はって書いてるのに。いや最後はそうなるっていうのをそれ鼻から止めれるんやったら気楽に生きる、うん、じゃあこれっていい問題だと僕は思ってるんで、はい、次に、はい、ね、あの掘り下げていきましょう、はい、ありがとうございました。